いやーちょっと実は独立リーグ最初取り扱うって聞いた時は不安でいっぱいでしたけどねうまくいくかとそんな一応応援番組じゃないですかけなすわけにいかないから大丈夫かなーってちょっと不安だったんですけどねでも,もう見せていただいてあの出会いさんのパリ情熱コンセプトこれはすごいですね。 成功したら本当今今 2, 2地域2チームいずれ6地域8チームってことでしょうけども北海道広いんでねもっとこう広まるような気がしますけどねできたらぜひ見に行きたい行きたいもう今すぐ行きたいですよ。<laughs> で特にう出身が旭川なんでねあのフラノとかビーバイは近いんでね特にね実はね北海道全体を見るとこの旭川周辺から北がねちょっとねやっぱね 経済的に弱いんですよ皆さんだってほ,ほとんどは北北海道行かないでしょ、うん、運じゃなくて <laughs> 行かないの <laughs> 来てくれないのよでそういった意味ではね道北エリアの活性化っていう意味でもねやっぱ出会いさんに本当ね期待したいなと思います、はあ、頑張ってもらいたいなと思ってはい、あ、ありがとうございます、はい、よろししくお願いします